今回のテーマ、旅について。私はただいまと言えるふるさとがあるからこそ旅をすることができるという考えに焦点を当て、料理を表現しようと思いました。自然豊かな地元の鳥取県から離れ、料理人として働く私がとある美術館でモネの睡蓮を見たとき、故郷の景色がよみがえり、同時に私は今そこになく新たな道を歩んでいる最中であると再認識した体験が強く印象に残っています。その体験を思い出し、イメージした一皿の構想に取り掛かりました。今回は北の香りを使用した白色パスタと抹茶を使用した緑色パスタを使い、鮎のファゴッティーニを作ります。つるりとした食感と鮎の繊細な味に合わせるため薄く伸ばしています。メインの食材の鮎は養殖のものを使用します。近年さまざまな環境の変化により減少している天然の鮎をあえて使わず、養殖の鮎の美味しさを伝えられるよう料理を考えました。鮎は塩焼きにした後、身とそれ以外に分けそれぞれ調理し、2種類のパスタの詰め物にしていきます。身はじゃがいもと生クリーム、実山椒の酒粕漬けと合わせ、それ以外は油でじっくりと加熱しペースト状にしました。見栄えとつるりとした食感を生むために花弁のようなひだを作るようにし包みます。茹でた後冷やしたパスタを盛り付け、フルーツトマトと昆布の冷たいブロードを流し、純菜、ドライトマト、クレソンオイル、ナスタチウム、ホジソを彩りよく盛り付けます。最後に焼きナスを使用したテーゴレに自家製小豆味噌とシソをあしらえて飾ります。こちらは橋をイメージしました。今旅の途中の皆様にこの一皿からお帰りと返してくれるふるさとを感じていただけると幸いです。